すのはやめてほしいんですよ、僕としては。隠しても別にバレるもんなん で、 で子供たちに嘘をつくな嘘をつくなって大人が嘘言ってんじゃないですか。違いますかね。保身、隠蔽、腐敗、数多くの少年更生を経験し、改善から予防へと活動方針をシフトした加藤は、教育現場の実態を目の当たりにした。崩壊した授業体制、生徒によるタバコやジッポーオイルの所持、そしてその実態を隠蔽しようとする教育委員会。今回はそんな地域でも荒れていることで有名だった中学で変革をもたらしていく加藤のその後の姿を追った。本当に問題校を巡回した加藤は、教育委員会の上席や市長、 PTA の代表を交えた会合に参加していた。加藤はそこで改めて市全体の教育現場の現状報告を受けることになっていた。県内の統計では言われておりまして、私らもそれを受けて、中学校でできるだけじゃ歯止めをかければその後が少なくなるだろうということでずっと取り組んでおります。で、現状はですね、私らがやってることはできる限り学校内で、犯罪までいかなくてもちょっと生活態度が悪かったり心配な子らをやっぱり洗い出して、それを学校の中でうまく調整しながら面倒見ていってほしいと、そういうことで、各学校が隠すという状況をやめて、ネットワークを調べます。今はもう携帯があるので、一つの学校の問題として捉えてもどうしようもないものですから、そのネットワークを構築して、どこかの誰かが例えばいなくなったけどグループ誰だろうかといったときに調べられるように、毎日のように更新しながらやっております。そうするとですね、しかし、そこで報告された内容は、加藤がこの日巡回の中で感じた課題や現場の教師や生徒から受けたメールと大きな乖離があるものだった。ちょっと発言が悪いんですけど、僕は中の先生が感じたことは、僕は本当に学校の先生を、なぜというと、いや僕もなぜか聞きたいぐらいなんですよね。にこういうの頼まれてしまって、そしてこの現状を見てしまったんで、僕の性格から言ってこの見てしまったらほっとけない。でも実際、僕が行ってる西成とか大阪の方のっていうのはもう向こうから依頼が来てるぐらいなんですよね。で、実際そこと比べたらどうかっていうことじゃなくて、非常に先生が、スクラム組むのに難しいというか、先生は利権なのか立場なのか分かりません。ただ僕はそう感じました。お話してて非常に蓋をする、蓋をすることを味方する教育委員会の方もいる。僕はそれ違うと思うんですよね。それは校長先生が定年が間近だと聞いてるんで、それを守るためなのかよく分かりません。ただ今の現状は中学校は悪い、問題が起きてるってことは現状なんですね。それをちゃんと校長先生に本音言ってもらって、その中でどうしていくのかってことを我々が考えていかなきゃいけないと僕は思ってるんですよ。私の場合は少なくとも蓋をするっていうことは、少なくとも私が通ってる中学校にはそういう雰囲気はないです。むしろ助けてくれるっていうので、松本さんは、その現状知らないだけの話なんですよ。もしかしたら全部ね、僕は竹原さんと言ってますけど、うちのみんなは今日見ましたけど、本当に隠されてますよ。僕はそれに対して頭きました。じゃあだったらこの現状を全部文部省に提出すると僕は言いました。そうだって校長先生だって言わないですもん。本当のうちはここがいいとこでここが悪いとこなんですと、こんなことが今取り組んでますけどこんないい結果が出てます、でプラスアルファこっちでは悪い方向になってますってことは言わないですよ。いいことしか言わないわけです。悪いことが何が学校で起きてるか、どんなことが起きてるかって来てないわけです。でもそれは僕のところにメールできてるんです。でも校長先生の口からは一切ありません。僕言いました、なんでいいことばっかり言うんですかと、悪いことも言ってくださいと、そうしなかったらわからないじゃないですかと言ったら、すいませんとただ一言だけでした。はい、でもそれが現状なんですよね。待てね、ちょっと同業者のあれを言う、弁護すると、別にいいことをこう言う、ね、悪いことも言う、ただそれは目の前で言う人どのくらいの信用度かなんか分かりませんけども、何でも言うと悪いことっていうのはどん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 先行していくんですよね。この世界はね。で、周りが、僕初めてじゃないさ、僕が会った時には、僕が行った時には校長先生は僕の目の前で生徒が蹴っ飛ばすの知ってるんですよ。蹴っ飛ばしたのは
それで校長先生は僕にどうこれどうなんですかって言ったら、すいません本当にうちはこうなんです、もう本当に病んでて先生はみんなも心折れそうなんですとおっしゃったんです。僕の前で、武田さんの目の前で、ぜひ加藤さんに子供預かってほしいと、ぜひ加藤さんに子供を教育してほしいとおっしゃったんで、じゃあ分かりましたと、じゃあやりましょうと話になったんです。それは夏頃です。そしたら2ヶ月ぐらいで変わっちゃうんですよ話が。今度は、いいです、うちやるかと、うちの学校は構成したんですごい良くなってます、今試験勉強中だから子供で勉強に集中してますんで、今来られても困ると。で僕は市長に設立のお願いして、市長がじゃあ分かったと、そんだけお前君だったら一回行ってみてほしいということで市長に行きました。はい、もうどこが勉強に集中してるところですかね。はい、勉強中、ほとんど歩いてるし、勉強じゃないですな、お祭りですね。はい、それは現状なんですよ、ね、そういうことに蓋をされてもそれでも構いますか。別にかばってるわけでもなく、一般の僕は事実を言ってるんですよね、うん、はい、僕は今回解釈の積み合いを言ってるわけで事実を言ってるんです。今日それが僕が見て事実なんです。僕だけじゃありません、今日教育委員会のみんな見ました、それが事実ですね。だから僕は教育委員会方に見てほしいと、うん、で先生は学校に回るのはちょっとやめてほしいって言われました。ダメですと、はい、今日その約束で来てるんでと、で見させてもらいました。それが現状ですね。はい、でその現状ってご存知ですか。どこの現状。いや、うちのその事業ので見に行ったことありますか。そこまでは分かりませんね。あ、次自分の目で見てるわけじゃないんで嘘はつけませんから、ね、そこまでうちの校長先生は報告されてますか。校長先生はよく話して、その全部は言いませんですよ、ね、でも言うこと聞かないということを言います。良くなったということも聞くし、ダメな部分はまたダメな部分で聞いてるし、今はまだ止まらないものもいるし、警察にどうなこのっていうのもいるしっていうことも報告されてますけど、校長先生って全部言うかどうかはね本人の判断ですから。あれはかわいそうですね、真面目に勉強しようとしてる生徒たちが、本当に一部の生徒たちが汚染することによって彼らかわいそうで、そういう学校の先生は一生懸命通うとしてるけど、まあ、僕は分かりません、校長先生はどんな指導してるか。ただああいうトップに使われたら先生はかわいそうですよ、うん、僕だったら絶対何でもしませんからね、自分が現場に入ってやりますね、僕だったら。でも先生は一番現場にかかる人ですよ、一番子供たちに被害を受ける人です、喜びも被害も受ける人ですよね。だから校長先生はそういうこと分かってて、校長先生は言ってるのかなと。だから僕は逆に中の先生と話したら何としちゃうのかなと。校長先生は良くなってます、生活所の先生も良くなってますと、で現場は良くなってません。で実際そのことを僕が先生に言ったら何て言うのかなって聞きたいぐらいですけどね。なんで蓋を隠すのかと、蓋を隠すと隠されただけ、僕としてはじゃあだったらその蓋を全部剥がしてやろうとふうに思っちゃうわけですよね。僕がやりたいのは子供たちの未来をどう作るかってことだけなんで、それしか興味ないです。大人の利権とか先生の立場なんていうのはそんなの全然気にしないわけです。僕からすれば立場を守りたければ子供たちの生活指導に徹底すればいいと思うんですよね。もうそれがされてないんで違うんじゃないのか、それ一生懸命頑張ってるって言われてもそうですかと、それが皆さんの言う頑張りなんですよと、しかも僕らは捉えられないと思います、ね、なんで隠すか分かりません。会合を終えた加藤は教育委員会の教育長に改めてその本気度を伝えた。僕もですね、おっしゃってることもよく分かりますし、言ってることももちろんよく理解できるんです、はい、ただ、僕は別に遊びに来てるわけではないんで、はい、分かってると思いますけど、僕は別にエネルギーがあるわけでもなくて、ただ見たものは当たり前なんです、そういう不正ほっとけないだけの話なんで、別に僕はまっすぐな人間でも何でもないかもしれません、ただ見たものはまあそれはいろいろありますよね。でさっき市長が言ってましたけど、信頼関係は今は僕は生まれてません、正直言って。正直言ってこの教育の現場に対して僕は不満を持ってるんで、正直な話ですね、はい、言いますけど、でこの僕は報告をしたいぐらいです、もちろん。でも信頼関係って現場で一緒に戦って初めて生まれるものだと思ってるんで、僕はこの後だと思ってるんですよ。だからどれだけ松本さんたちやお偉い方が一緒に連携しようとだと僕は思うかと思うんで、僕は松本さんの、松本さんになれません、ただ松本さんは手になれるかもしれません、足になれるかもしれません、いやなれると思います、おそらくです、なれるかもしれません。だから松本さんにはなれませんけど、そんな経験になってキャリアの人にはなれませんけど、ただ僕は現場ができる、そういう部分ではぜひ僕を手と同じ足に使っていただいて、少しも一歩でも近づけるために、用いてほしいなと僕は思ってます、はい、先輩としてぜひ使っていただきたいと思いますので、こちらこそありがとうございました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。会合後、加藤は今回のプロジェクトで教育委員会とのパイプ役として動くアシスタントとミーティングを行った。加藤はこのプロジェクトの成功への手応えと同時に、自分は学校サイドから拒絶されてしまうのではないかということを
危惧していたのだ。それは彼らがどこまで隠すかなと思うんですよ。隠すんであれば僕も今の状態をオープンにするしかないと思ってるし、だからそういうことはしたくない。できたら洗わずに入りたくなくて有効に行きたいと思ってるんで、そういう有効に行くことを僕は望んでるんですけど、武田さんにおそらく往診があると思うんですよ、来てほしいとあって言ってましたから。だから僕にわざわざ時間を忙しいとこ作ってもらうの悪いかなんて言ってましたけど、そういうことじゃなくて、多分武田さんとすり合わせすると思うんですよ、で武田さんにどうしても言ってほしいことが、とにかく僕を外すことはもう考えられないよと、いうことは、そこはだいぶきつくというか強く言っていただきたいですよね、ただその中の役割として僕はどうやっていくのかってことは、僕としては中学生預かるのが一番いいんですけど、僕の預かって学校に返していくっていうケースが、学校の中で先生らとトレーニングプログラムを組んで構成していくのか、ただ今回僕が一番良かったのは、僕みたいに外部の人が入ってきて学校をみんなで構成していくとは出来上がりそうなんで、それが良かったのと、でこれで形ができたら全国でこのモデルケースが発信できるんで、そう思ってます。ここでどれぐらい彼らがごねるか、そうですね、まあ結局、正直なし僕も新たな取り組みなんですよ。今までは僕も子供たち預かって構成してきたのもあるんで、学校に行ってましたけど、そこまで本格的に学校でやろうと思ってなかったんです。だから僕はこの改善から予防に入っていくんで、すごい僕としては新たな挑戦なんですよね。ただこの挑戦すると必ず壁があるんで、その壁は今回のこういう壁だと思うんですよ。でも武田さんのおかげでよくここまで来れたと思うんですよ。いや本当に、市長まで叩き下ろしてよくここまで来れたと思うんで、あとはあと人プッシュだと思うんで、これで本当に僕らの学校の中に、学校の教育現場に入ってで指導ができたら、教育界にとってはすごい画期的なことだと思うんですよ。当たり前のことなんですけど画期的で、地域の方みんな思ってるんですよ。多分みんな共通なんですよね。子供たちは学校の先生は親だけじゃなくて、みんなで三位一体で育っていくんだって誰も分かってると思うんですよ。誰もやったことがない、誰も発信したことがない、言ってることはみんな言ってるんですよ。誰もが実行したことないんですけど、そういう意味では武田さんと僕っていうのは初めてそれを実行する人間なんで、風当たりは強いと思いますけど、これうまく入れれば非常に面白い結果になると思うんですよ。加藤はこの日一日を通して感じた印象をこう語っている。実際のところですか。ちょっと現場では聞きづらかったんで実際のところはすっごい悪い話ですけど、本当に何考えて僕が教育してるのかな、何考えて教育の現場で生きてるのかなってことは正直な話ですよね。僕は何も伝わらなかったですよ、綺麗事だけ伝わりましたけど、あくまで上からの命令というか、うちはこうしてるこうしてるってこういうこと、こういう方針でやってる、そんなことは分かってますんで、現場どうなのって言ったら現場全く変わってないわけじゃないですか。僕は特に綺麗事聞かなかったですね、綺麗事の集まりですね。どう見たって覇気がないし、見ましたか顔とか、あれが本当に子供たちに未来を作っていく大人の顔ですかね。僕は違うと思うんですよ。僕の客観的な正直って言う教育に関しては、もちろんそうじゃない人もいましたよ、極端に言うか。でもやっぱりまず大人が変わらなければ難しいっすよね。トップが変わらなければで、僕が会って言うことに対して葉っぱかけてるんで、彼らとすれば面白くなかったことたくさんだと思うんですよ。でもああやって葉っぱかけないと自分でどう正しいなと思っちゃうんで、で今までの教育委員会って全部自分たちの方向性が正しい、現場でそれを行わない先生が悪いんだって言ってるわけじゃないですか。言ってることは俺は現場で言うんですよ先生と、先生に言うんですけど、なかなかそれは浸透しない。そりゃ高みの見物で上からスピーカー持ってほざいてれば誰だって言わなきゃ聞きませんよね、でもそのやり方に自分は間違いだったって気づかなきゃいけないですよ、もう教育委員会。その結果として今の子供たちの現状を作ってるわけですから。最後は伝統と文化を尊重し、会合から2ヶ月、教育委員会と当該の中学校はようやく加藤のプロジェクトを受け入れた。加藤は現場職員や生活指導を招集し、早速対策会議を行った。加藤は会議の冒頭で自身が持つ熱意、プロジェクトの意義、自分たち教育者としての使命を再確認した。で一つもう一度手堅く言っておくんですけど、何度も言いますけど、僕は子どもたちのためにやるんですね、これを従順に理解していただきたいと思ってます、子どもたちのためには我々大人が変わらなければ子どもたちは変わりきれないわけですね。家庭を見てても変われない、地域を見てても変われない、
じゃあ子どもたちはどこで変わっていけばいいのかっていうと、学校の先生を見て変わっていくしかないわけですね。で我々は収入の少ない親を責めるんじゃなく、子どもをちゃんと育てられない親を責めるんじゃなく、我々学校の教育者の責任をしっかり果たしていく。でそれをしっかりと果たせれば子どもたちは少しでも良くなっていくと思うんですね。ただそれを学校の教育方針も諦めてしまったら、子どもたちは何を信じていいのか、誰を信じているのか分からなくなっちゃうと思うんですね。だから僕はそういう今世の中だと思ってますんで、ぜひ我々大人たちが変わるってことでありますね。今回のプロジェクトっていうのは非常に有意義がある。でこれでもし子どもたちが4ヶ月間で行動レベルが変わったら、確実に学校は変わると思ってます。はい。で中学生なんで何しろ悪い方に向くのも早いですし、いい方に行くのも早いはずなんです。もう僕が預かってる少年たちは非常にもう20年も25年も生きてきたんで、非常に悪から良く風に転化するのに時間かかるんです。ただ中学生は非常に素直なんで、悪い方にも転びやすいし、いい方にも転びやすいんで、僕は4ヶ月間5ヶ月間このプロジェクトが動けば確実に学校は変わってきております。そうすることによってサイクルが変わります。はい、2年生1年生のサイクルなんですね。ただこのサイクルを仕組みを変えていかないと、いつまでたってもこの負のサイクルは抜け切れないと思ってるんで、今日はそういう意味では学校をこれから変えていく、長期的に変えていくプロジェクトもあると思うんで、ぜひそういう感じで取り組んでいただきたいと思っております。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。学校教育の理想は一つとは限らない。この対策会議はこれまで教育委員会が行ってきたトップダウンのやり方に対し、まず現場職員のヒアリングから始まった。彼らが普段感じている学校の問題点や彼ら自身が持つ教育論を聞き、その最大公約数を具体的な活動へつなげていこうと考えたのだ。その中でも加藤は学校が現在すでに行っているという挨拶運動に目をつけた。問題はここからなんですね。じゃあこの2番が挨拶が思いやりの心を育むことは皆さん結果としてご存知だと思うんですけど、じゃあこれをさらにどうやってやろうか、どうしてやろうかっていうことなんですよね。で今和美先生からお話しあった通り、もう挨拶運動やってるんですと、あとはやり方の変化だけだと思うんですと話しあったんですけど、実際僕はどういうふうに挨拶やってるか見たことがないんで何ともイメージができないんですけど、これは毎日やってるんですか？職員の方は毎日まあ本当かけられたら職員ということは、もう一回確認させてもらうんですけど、子供たちが学校に来て正門のところでおはようって言って、その時は 2,3 人の先生がおはようと、で小国茶屋の時におはようという感じで、そのおはよう運動だけです。その、どこかでこう、いただきますよ言って食べるとか、そのとにかく意識的に、スローガン掲げて必ずおはようございます挨拶を重視しようとかっていうのじゃなく、ただ入り口でおはようございますっていうだけですか？あとは何かこう帰るときにさよならとかいただきますをすごい重視するとか、何かそういう行為を行ってるんですか？挨拶はしようってことはいろんなところ声かけはしていますけど、はい、すごいざっとイメージなこと言ってしまうんですね。例えば今までやったところで事例で言いますけど、まず 全社員で確実にやっていくということがまず第一とかですね、はい、全社員とプラス地域の方で参加できる人に参加してもらうと、はい、でみんなこう旗を掲げた旗というかですね、こういうタスキを掲げて、とにかくタスキに、こうおはようございます運動みたいな挨拶運動みたいなのを重視することでまあ言うんですね、はい、で子どもたちも、言わせます。でそこの学校も裏口があるので、裏口からは一切入らないようにして、はい、必ず正面から入れるようにして、で、極力先生方おはようございますって言って、今日も元気そうだなとか、極力こうユーモア性を持ってですね、同じにこう積極的に話しかけるってことやってるんですね、はい、で学校の中の教室にとにかく挨拶を重視してるんだ、重視していくんだということを先生方が徹底して持って、今月は、今週はおはようございますと、今週は挨拶運動、今月は挨拶運動だなと、でそれは挨拶はこの3つなんだと、おはようございます、いただきます、こういうこととこれを重視していくということを、学校の全体的方針に決めたということを子どもたちに伝えておく、常にですね、はい、で貼っとく、でご飯を食うときは確実に、いただきますを言って食べせると、はい、で終わったらごちそうさまを確実に寄せるということを徹底したんですね。であとは帰るときに、教師全員がさよならお疲れ様でしたと、また明日も会おうなと
このまた明日も会おうなっていう運動がですね非常にこう効果的になってて、生徒から何が一番嬉しかったかっていうとまた明日も会おうなって言われると嬉しいとかですね、私も学校来ていいんだみたいな、また明日も会おうなんて言われたことないから嬉しかったとかですね、そういう声がいっぱい集まったんですね。でそうやって挨拶によって一日を全て締めくくるみたいな、挨拶から始まって挨拶を、挨拶の中をぐーっとくぐり抜けて挨拶で返すみたいな、こんなことをやった時に、まあ3ヶ月かかんなかったと思ったな、2ヶ月間ぐらいで子供たちが挨拶を自分からするようになったんですよね。対策会議に消極的な現場の教師たちを前に、加藤は他校で行われている活動の好事例を共有した。このように加藤自らが積極的に新たなアイデアを提案することで教師たちに当事者意識を持たせようとしたのだ。さらに加藤は第1回の対策会議をこう締めくくった。本当に今日はありがとうございました。で前回、山崎先生中心ですね、斉藤先生、山口先生、そして和美先生とお会いして、本当にすごい教育に熱い方がまだまだいらっしゃるなってことで安心しました。で今日、この場に入ってきた時ですね、ほとんどの方が下を向かれてたんで、本当は普段の僕からすればもしかしたら、何してここに来たんですかとかってもしかしたら、言いたかったかもしれません、僕自身が。でなんで教育者である皆さん元気ないんですかと、こんなことだから子どもたちは元気ないんじゃないですかと、なんで先生はもっと笑わないんですかと、なんで先生がもっと元気ないんですかってことがもしかしたらここまで出そうになったかもしれません。でも僕の中でいつも思うのは、僕は先生方を敵だと思ってないんですね、本当に。で先生方が今心傷ついたりとか、そうなってしまうのはやっぱり先生方もいろんな意味で悩まれたと思うんですよ、本当に。どうしていいか分からなかったりとか、どうやって子どもに接していいか分からなかったりとか、人間ですから誰でも分からない時あると思うんですよね。でそういう時に どこに座っていいかも分からない、どんな人に頼っていいかも分からないっていう中で、僕は先生方が一番現場で辛い思いされてるんだということを、まじまじ感じております。それは僕自身も多くの子たちを扱う中で、親御さんとかは言いたいこと言いますけど、一番大変なのはやっぱり一緒に現場で共に過ごしてる人間なんですよね。だから僕らは理屈理論なしに本当に自分を犠牲にして子どもたちのためにいろんなことを変えていかなきゃいけないっていうことを僕は知ってる人間なんで、そういうところで僕は感じたんで言葉を控えさせていただきました。ただやっぱり感じることは、我々教師が元気がなければ生徒は元気がないと思うんですね。我々教師がおはようございます、ごちそうさまありがとうございますが言えなければ、先生教師も生徒も言わないと思うんで、絶対大事なことは我々なんで、我々が笑うから生徒も笑うし、我々が元気があるから生徒も元気だし、我々がごめんなさいできるから生徒もごめんなさいできると思うんで、我々はそういう意味では教師の鏡として、人間の鏡として子どもたちを映せればなというふうに思っております。ぜひこれからは笑っていただいてですねぜひ元気に一緒に取り組んでいきたいと思っています。今日は本当に僕も無礼なことがたくさんありましたが、決して先生方は僕は敵視は一切してませんので、ぜひ一緒に中を変えていきたい、子どもたちのために立ち直ればと思っております。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。第1回の対策会議から1週間、このような対策会議を重ねるうち、教師たちの間にも変化が見られるようになった。続く第2回の対策会議で、現場の教師たちは具体的かつ現実的な活動プランを報告した。また、前回の対策会議ではほとんど発言しなかった教師が、自ら積極的に発言し、自分の思いや考えを発信するようになったのだ。加藤の本気が無気力な教育現場にわずかに残っていた熱意ある教師たちの心を奮い立たせたのだ。この先生方が作っていただいたのが僕は一番いいと思うんですよ、はい、これがですね、はい、でこれがすごい具体性があってマニュアルになるなと。うちの先生がご自分が作ったものが学校を変えていった、僕らもそういう日程で合わせていきますの でしばらく、3、4ヶ月はもうのために尽力を尽くしたいと思ってるんで、エンジンをかけるだけかけといて自分がそこに行かないってことが一番ダメなことって僕は今まで散々認識自分でしてるんですね。
煽るだけ煽って実行しなければただの絵に描いた餅と一緒になっちゃうんで、確実にこれは実行していかなきゃいけない。それも子供たちの未来のためなんで、なんとかここでの再起を図って、もちろん再起できない学校ではないんで、山先生中心に本気で取り組んでです、とにかく僕も本気になりますので、とにかく僕らが本気で語り合うってことが大事だと思うんで、はい、なんかよそよそしんでですねこれから信頼関係をもっと深めて作っていければと思っていますので、ぜひよろしくお願いします。今日は本当にお忙しい中本当に集まっていただいて本当にありがとうございます。僕は以上です。はい、じゃあ、以上です。頑張ってください。本当にありがとうございます。加藤自身、そんな教師たちの変化を肌で感じ取っていた。すみません、本当にありがとうございました。お願いします。本当にありがとうございます。やっぱ山崎先生がかなり変わってきたというか、かなり触発されてますよね。で、もともとやっぱりやりたかったのはじゃないですかね。つなりたかったけど、やっぱりそのきっかけがなかったんじゃないですかね。今日行って感じたのは、まだ会議自体は盛り上がりかけてますけど、やっぱり先生方一人一人にやっぱり目が変わってきたというか。いや、あれ面白いですね。これから実行プラン入りますから、多分実行したらすごい面白くなると思うんですけど、まだまだやっぱ先生方もやっぱりやってないから本気になりたいところもあると思うんですけど、あれもっとやっていけばもっと本気になっていくと思う。特に山崎先生はね、体使ってやっていけばかなり本気になると思いますから、いやでもあれが数ヶ月前の人のようですよね思いっきり反発しましたからね やってるふりしましたからね。それがこんだけの短期間でこれだけやっぱり本気でやる気になるってことは、無意識は伝わりますもんね。ただまだやっぱり自分の中でやるってことは難しいでしょうね。やっぱり僕らのサポートがなかったら本気になりきれないと思うんで、いや面白いな、やっぱいいっすね、熱い先生。やっぱり俺好きっすね、やっぱ体育会系の先生。俺山田好きっすな、俺あの3人好きだな。なんかかなり学校からのあのプラン見てすごい感心されてましたけど、いやあれ本当に正直言って多分ろくなプラン持ってこないなと思ったんですよ。全く具体性がない、で言い訳ばっかりプラン持ってくなと思ったんですけど、いや全然逆に言い訳がないぐらいだと思う。逆に言い訳をちょっと若干感じたのが、朝みんなで参加できない、とにかく若干感じましたけど、あとは感じなかったですもんね。うちが作ってきたプランよりも具体性があったからねむしろだから向こうにうちが乗ったって感じです。いや、うちの院に向かい乗ってくるかなと思ったんですけど、逆だったっすね。だからだいぶ相当練ったんじゃないですかね、今回は。で、前回集まったじゃないですか、先生方が。多分あの先生方がかなり触発されたんですね。はい。で、あの先生方が、熱くなってない先生方を巻き込んだ形だと思うんですよ、今回は。だから、ある意味、狙い通りだったっていうところあると思うんですよね。ただ、狙いよりも若干、オーバーした。はい。っていう感覚はなりますね。はい。ただ、まだ実践しないとわからないんで。でもこれ変わったらすごいよ。ああ横綱中学校だ、あそこ変わったら半端じゃないですよ、本当に。やっぱ先生方の力で変えられるんだってことが一つ実証になりますよね。いや楽しいね、若くするね。そうして迎えた新しい形の挨拶運動初日。早朝の濃霧を晴らすように正門には本気の大人たちが集まった。これまでは 2,3 人の教員でしか行われてこなかった挨拶運動、この日は何人もの教員が参加したというだけでなく、地域の住民や生徒たちも参加したことでこれまでにない活気を見せた。おはようございます。おはようございます。おはよう。挨拶運動を終えた教員たちは確かな手応えを感じていた。
俺12月の頃さ、挨拶してもずっと向いてたもん、弟が。いや、ヨナさすがだな。だいぶ変わった、本当に。一般の方と顔が変わった。いや、ほんとね、12月の時ね、どこ行ってたって思ったんだけど。一方、加藤は教師たちの反応に手応えを感じると同時に、子供がそう簡単に変わらないことも知っていた。挨拶運動と同時に進めていた学校内の巡回中、不審な動きをする生徒とタバコを吸った痕跡を発見した。タバコ所持常習犯の生徒は施設外のプール下で友人と話し込んでいたのだという。タバコ隠してみるかね。中に隠してどうですか。いや、なんか隠したんだろう。どこですか。うん、どこでタバコ吸ったの。持ってきたからよ。前してみるか。いや、学校じゃやってないです。あ、ほんと経過です。いや、でもその先生に見つかった時はだけ持ってきてて、その後やめてもう何もやらす。こういった問題は一朝一夕ではなくならない。大人たちが根気強く継続して指導していく姿勢が大切なのだ。挨拶運動初日を終えた加藤はこう語っている。ただ先生が比較的前向きになってるっていうのはいいことですよ。ね、やっぱ先生方のね、なんか何頑張ろうって先生に一緒に伝わるような、なんか元気挨拶しようみたいなさ、一人ずつも頑張ってやこうみたいなさ。でもまあ感覚的にはでも良かったは良かったですよね。やっぱ子供たちのやっぱりレッスンは悪いですよね。おはようございますって言ってもそのおはようございますっていうレッスンは悪いし、それはまあ当然だと思うんですよね。やっていくうちにこう元気な挨拶が飛び立つようになんかもんなんですかね。確実になると思いますよね。じゃあ子供たちが楽しくなってくると思うんですよ。やっぱ大人がみんなやってあの校門のとこでおはようってやってると、やっぱり子供たちも学校が楽しみになると思うし、そういう意味ではこう挨拶を交わすことが楽しくなってくると思うんですよね。朝もからこう立って子供たちもやって、真剣さっていうのが伝わってくる。そうですよね、伝わりますよね。あ、だから子供たちは今日何やってんのかなと思いますし、やっぱあれ一回だけじゃダメですけど、続けることによって、ああ先生方は本気で、俺たちに迎えようとしてくれてるんだなっていうのは伝わりますよね。だから結構朝おはようって言うと、おはようございますって返してくる子も多いし、今日返せなかった子も2回3回続けてることによって、おそらくおはようって言ってくると思うんですよ。で、逆に自分から今度言ってくるようになってくると思うんで。その後も加藤はこのプロジェクトを継続的に進めていき、挨拶の輪を広めていった。問題行動を起こす生徒は徐々に減っていき、今ではこの中学を問題校と呼ぶ人はいなくなっている。加藤がこの活動を通して得られた最も大きな収穫、それは教員たちの変化である。当初嘘と言い訳ばかりを発していた教員の口からはポジティブな言葉が発せられるようになり、生徒と向き合う姿勢も変わっていった。加藤は10年前から開始した学校教育再建のプロジェクトを皮切りに、さまざまな人材育成の実体験と知見に基づいた加藤独自の技術考え方によって、多くの教育者やリーダーの意識と行動に変革をもたらしてきた。現在も YouTube を中心に会社や組織に対する無力感を感じたり、変わりたくても変われない大人たちに対し、本気で向き合えば人は変われることを自ら証明し続けている。次に加藤が情熱をぶつける先はどこなのか。今後も加藤の活動から目が離せない。はい、皆さんこんにちは。
加藤修士です。いつもですね YouTube をご視聴いただいてありがとうございます。今日はですね、皆様に今までねこのいろんなドキュメントを見ていただいたと思うんですが、当初これは10年前ですね、まあ、あの情熱大陸に出したいっていうクルーハンがいまして、まあ、そのねプロデューサーたちとクルーハンが密着で僕のことをですねついて、まあ、撮影してくれてドキュメンタリーになりました。なぜね今この動画を出しているかっていうとですね、僕が動画の中で伝えたいことはもうたった一つで、やっぱ人って変われるんだよってことを実際に言ってる方っていっぱいいるじゃないですか、まあ、皆さんも聞いたことあると思うんですけど、でも実際にそれを現場でやって、それをちゃんと生の映像で見せて、またどうなってるっていう結果状態から、まあ、導入までまたその現状までちゃんとしっかりと世の中に明示してやってる人っていうのはあまり少ないと思うんですよね。なんで僕は本当に人が変われるよって言ってる人なので、本当に人は変われるってことをちゃんと皆さんに見ていただきたかったってことがまず一つなんです。なぜそういうことを表現したいのかって話なんですけど、やっぱ人って変われる、また組織って変わるし、いつだってどっからでも変われるんだよってことが僕の真骨頂だと思うんですよね。でそれをこういう映像を見て多くの人に感じていただきたいんです。なので教育委員会が悪いとか先生が悪いとか、そういうことなんて正直言ってどうでもいい話であって、まあどうでもいいっていうのはちょっとね、あのもしかしたら聞き捨てならないところもあると思うんですけど、どうでもいいっていうのはそこに焦点を当てちゃいけないと思うんですよね。そうではなくて、そういう学校教育の現場であっても、実を言うと先生方がちょっと本気になったりとか、誰かリーダーが本気になることによって十分に変わる要素があるんだよ、変わる隙間があるんだよ、まだまだ可能性があるんだよってことを僕は伝えたかったんです。なので教育委員会のことをいろいろ言う方もいますけど、まあ、もちろんそれが今の実態、また過去の実態、まあ、それもまだ未だに継続しているところもあると思うんですけど、そういう実態が教育現場の中で実際にあるんですけど、でもそういうところが問題だけではなくて、それを放置してしまう社会、それをそのままでいいと思っている世の中自体に僕は問題があると思っているんですよ。なので人は変わり、組織は変わる、先生方も学校も変わるんだよってことを今回見ていただいて、多分おそらく多くの方は感じていただいたんじゃないのかなと思います。私加藤修士はですね、企業の研修からアスリートの研修、エドテックっていう技術を使いながら、いろんなありとあらゆるコンサルティングサービス、または我々独自の体感研修、またはオンライン研修、いろんな形で企業やさまざまな組織に組織の変革、組織のスケール、売上拡大、そのお客様のカスタマーサクセスっていうのを作ってるチームです。我々のやることは、お客様がカスタマーサクセスを作れる組織リーダーになっていくってことが大事だと思ってるので、そこに焦点あったサービスを作ってるんですが、これからこの YouTube を見てる視聴者の皆さんの中でですね、まだまだ変わりたい人がたくさんいると思ってます。なんで私加藤修士はこれから学校教育や非行少年や会社やアスリートやさまざまな組織だけではなくて、皆さんのお力に何かなれないかということで今回決めたことが一つあります。それは何かというと、これから多くの人たちのために少しでも人は変われるんだよってことを僕は皆さんと一緒に作っていきたいと思ってます。そのためには個人一人一人が本当に変われるんだよってことを表現したいと思ってます。それはただ変われるっていう概念だけではなくて、また僕のことを信者のように追いかけて、加藤修士さん修士さんって言うんではなくて、主人公は皆さんなんだよと、その皆さんが主人公になって人生が変わっていく、本当に皆さんが変わって、また皆さんが変わることによって少しの皆さんの周りが変わる、自分の人生が変わり、人の人生も変わっていく、それを世の中に発信していける、僕は皆さんと一緒に人生の物語を一緒に作っていきたいなというふうに思っております。そういう新しいステージにチャレンジしていこうと思っております。今回ですね、その新しいプロジェクトが概要欄に LP として貼ってますので、ぜひそちらを見ていただいて、一緒にね、自分の人生が本当に変わるんだよっていうその状態を共にね、一緒に作り上げればいいんじゃないのかなと思っております。これからもね、 YouTube はガンガン発信していきます。それはただ概念とかただの自分の考え方を発信していくだけではなくて、本当に人が変わっていくんだっていうドキュメントを皆さんと一緒に生で作り込みたいと思ってますので、ぜひこれからもですね YouTube 応援よろしくお願いします。いつもねご視聴いただいてありがとうございます。